大洗の生しらす丼美味しいからみんな食べに来て。皆さんいつも動画見てくれてありがとうございます。イバログチャンネルです。以前動画で大洗の生しらす丼もおすすめというコメントがあったので実際に食べに来ました。今回のお店は大洗のかき小屋。今日は生しらす丼が目当てだったので海鮮のバイキングがまた今度動画載せますね。僕生しらす丼食べるの初めてなんですけど、こんなん食べる前から美味しいの分かりますよね。ちょっとそれっぽく撮りたかったからこんなんちょっと回してみました。たまらん。皆さん卵割りますね。ちなみにこのタイミングで言うのもなんなんですけど、シラスって結構栄養高いらしいですよ。あとシラスって稚魚だと思うんですけど、何の魚の稚魚なんですかね。誰かコメント欄で教えてください。それじゃあいただきます。見てくれよ。じゃあいただきます。バカうまい。ご視聴ありがとうございました。